ンテナ家の防災、備蓄品や非常持ち出し品も OK、 避難のタイミングも覚えたし、うちの備えはバッチリだね。そうね、我が家の防災の備えはできたけど、まだ大事なことがあるのよ。え、まだあるの？そうよ、私たち家族が安全に避難するだけじゃダメなの。地域には自分一人では避難が難しい人もいるの。例えばどんな人？高齢者で足が悪かったり、障害のある方など、自分の力だけでは避難が難しく、避難に特別な配慮が必要な人もいるのよ。お隣のおばあちゃんね。うちが避難するときは気にかけておかないとね。そうね、そういう方のために本人と周りに住む住人で話し合って避難の計画を作るの。これが個別避難計画ね。体や心の状況などに特別な配慮が必要な方については、周りの方だけでなく普段から接している福祉の方々などの協力も得て個別避難計画を作成します。計画と合わせて避難訓練も実施しましょう。地域で助け合い、命を守ろう。いつかのためのいつもの備え。